皆さんおはようございます。専門家です。今回はまたこの企画演技採点を行っていきたいと思います。とその前に、この度チャンネル登録者が100人突破しました。本当にありがとうございます。まさかこんなに早く100人いけると思っていなかったので普通に驚いています。今後も引き続き頑張っていくのでよろしくお願いします。ここからは本編に移りたいと思います。今回の演技のテーマは D スコアを極限まで上げるですね。すなわち今までの最高点を出せたらと思って頑張りました。そのため新技がどしどし入っているのでご了承くださいね。そしてその難度も大体でつけているので正確ではありませんのでご了承ください。といった感じで技解説に移りたいと思います。最後の折りですね。折りはかっこよく視点を変えてみました。最初は大振りからコスミックですね。こちらは D 難度となっています。高さはしっかり出ており、伸身姿勢も見られますね。しかし掴み地に腕が曲がっているように見えます。そのため 0.3 の減点。次はここから加速車輪をして。宮地、伸身ブレッドシュナイダーですね。難度は現在最高難易度の I 難度でめちゃくちゃ難しい技となっています。こちらは減点なしですね。さらに連続で高難易度技が続きます。小鉢2回宙返りですね。もう次元の違う技が出てきていますが採点していきましょう。前回の採点動画で小鉢宙返りは J 難度としていたので、さらに2段階格上げしている難度としますか。そのためこの技1つで D スコア 1.2 をもらえますね。これは足の開きが肩幅以上なので 0.3 の減点。持つ時の姿勢が悪いため 0.3 の減点です。その程度ですかね。とてもダイナミックな技でしたね。まだまだ手放し技が続きますよ。小鉢屈伸ダブルですね。おおよそ K 難度ですかね。高さ、屈伸の姿勢はとても良いですね。しかし握り姿勢が少し悪いため 0.3 の減点です。そして最後の手放し技ですね。加速車輪からの小鉢宙返りです。こちらは J 難度と仮定します。高さ、抱え込みも足が閉じていますね。さらにしっかり開いて掴んでいるので綺麗ですね。減点はありません。車輪で姿勢減点 0.1 が入ります。そして逆車輪からエンドを1回ひねり肩を逆手、C 難度です。しっかり潰しもありますが、角度減点が 0.1 入りますね。そこからエンドをハーフ、B 難度です。これは減点なしとします。そこから B 難度のシュタルダーです。減点なし。最後にホップターン1回ひねり、D 難度ですね。角度減点が 0.3 点加されますね。これは珍しい技。折り技に向かって加速をしていきます。折りは後方抱え込み3回宙返り1回ひねり。これはベーレと呼ばれています。足も開かず着地もしっかり決まっています。これは減点がありません。以上で終了となります。これらを計算すると、D スコア 8.4、E スコア 8.3、決定点 16.7 となりました。いやーめちゃくちゃ高いですね。難度点が出来栄え点を越すなんてことがあるんですね。いかがだったでしょうか？この手の動画は撮影も編集も時間がかかるので、頻繁に出すことはできませんが、いいのができたらアップしますね。ということでご視聴ありがとうございました。では。